そういえば、平安時代の、新しい仏教、うん、つまりあの、聖徳太子とかが入れてきた仏教とは違った伝わり方をした仏教が日本で花開いていく、密教ですね、はい、密教が、それってどういう形で花開いていったんですか。やっぱりあれは最初はやっぱり一つはやっぱり災害の問題であるんですね、はい、それから桓武天皇が怨霊に怖がって、はい、その怨霊を、まあ沈める、うん、そういう形でその貴族たちが、まあ、自分 の, その信仰を持っていくっていう形で、うん、非常にまあそういう意味では国の、まあ、あり方っていうものと深く結びついた形で、当時の宗教っていうのは、はい、単なるあのいわゆる今でいう宗教レリジョンだけじゃなくて、はい、やっぱり知識なんですね、はい、全部一緒に漢字だとか測量だとかもちろん建築仏像を作る彫刻師だとか、はい、そういったもの一緒に入ってくるわけなんです、はい、文化の何実はそれまでに平安時代の、まあ、通史、まあ、いろいろあるんですけど、みんなこう結構きれい事で書いてたんですね、はいはいはい、でところがよく調べてみると、まあ、あの災害があったり疫病があったり、うん、それこそ鴨川なんて言ったらドクロがいっぱいあったり、はい、そういった犬もカラスも食い飽きてるとか、はい、そんな状況があるので、はい、こんばんは。ウィークリーお茶屋の時間です。さて今日はじゃあ平安時代まで行ってみようというわけで、平安時代を語るにぴったりのゲストに来ていただきました、川尻明夫さんです。どうぞ。こんにちは、はじめまして。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい、どうぞ。川尻明夫さんです。早稲田大学文学学術院教授で、専門は日本古代史でございます。で主な著書が、平安京遷都揺れ動く貴族社会、平将門案、古代、東国史の基礎的研究などが主なご著書でございますと、平安時代の主な特徴をちょっと復習してみよう。どりゃ、はい、794年、鳴くよウグイス平安京、平安京に、京都市に皆さん移しましたねと、まあ、特徴として唐風文化、国風文化、藤原氏の権力拡大と摂関政治、武士の台頭、自然災害みたいな話がよくあの教科書的にはそうです、ね、はい、出てくるところでございますと、まあ、いくつかちょっと見てみよう。えいやと、はい、唐風文化、はい、肉まんを売るとかそういうことじゃなくてですね、はい、あの平安前期、あの例えば遣唐使の影響というのは結構強く受けていて、あの都の形もそうですし、あの例えばあの木彫りのものだったりとか、建物の建て、外見とか建て方とか、800年に、最澄空海が、別々の遣唐使船で唐に行った後、805年に、最澄が帰国して、比叡山延暦寺天台宗、806年空海が帰国して、816年空海が高野山に金剛峯寺を開いて、新御城を始め広めると。で漢文学が栄えて、密教芸術っていうのが発展しますと、まあ、あの曼荼羅も出てくるの、まあ、もうちょい後だけど、まあ、空海の頃でございますね、うん、はい、なんで今残ってるやつとかも結構1000年ぐらいの歴史があるやつとか結構残っていたりとか、はい、するところがございますと、まあ、唐風の文化でございます。で他にも国風文化、まあ、平安時代長いのですね、あの平安中期後期の日本らしい、貴族文化、例えば、学者菅原道真の提案で遣唐使が中止された後、紀貫之が最初の、直線和歌集の古今和歌集の編纂を終えたりとかですね、あの1000年頃にはあの宮中に使える助官の清少納言の枕草子が発生したり、1010年頃には漢学者の娘として生まれた紫式部の、源氏物語が完成したりとかしますと、まあ、ひらがな文学、いわゆる、古典的なもので、あの漢語で書かれてないようなもので、日本語っぽいものが出てくるあたりが大体1000年近辺なんじゃないかなと思いますが、金文字の壇上としていろはにほへと、下にあの片も金文字もいろはにほへとありますけれども、下の漢字を崩してひらがなが、うん、下の漢字を崩してカタカナがというのがあの諸説ありますが、これが あれでございますと、通説でございますと、まあ、話し言葉で自由に表現されて、女性による日記や物語文学が発達していますと。ざらっといくと、平将門は939年慣れましたねと、東国で勢力を伸ばした平将門は新王などに東国の独立を宣言されてしてとか、あの藤原の、住友か、藤原住友乱、瀬戸内海の海賊をまとめて反乱を起こし、周辺を続く襲撃と大財布を占領するとかあったりとかですね、まあ、いろんなあの戦乱が、起きつつあるけれども、まあ、日本全国巻き込むというよりは局所的な乱が多いんですよね、これ多分ね。どうなんですか。やっぱりあの全体もうあの日本の東と西がもう戦乱になってしまう。あ、戦乱になってる。あ、じゃあこれは結構、うん、じゃあこの頃はごたごたしてるわけですね、日本中。将門の乱が起きた背景っていうのはどういったことだったんですか。あれはですね、結局はまあ、国司の制度が変わって、国司ってその上助上左官っていうんですけど、はい、その人たちがだんだんと変わっていくんですね、うん、でトップの国司っていうのにこう力がこう、集まってくるという中で、その国司同士の中での争いみたいなのが出てくるのと、はい、在地にやっぱこう力を武士の走りみたいな、
馬を使ったそういった武装勢力と出てくると、そういうものがこう絡まってですね、はい、まあ、あの都に 反旗を広がる、そういうことになるわけですね。ちなみにその、いわゆる武装勢力になっていくっていうのは、例えば、そうですね、日本が、大和朝廷が統一する前はやっぱり豪族の世界だったわけで、その後、まあ、大和朝廷から、日本中にその国司を出して、徴税義務を作って、でそこを何だろう治めていくわけですけども、その間の、状態からその、まあ、何百年だ、大体300年ぐらい、まあ、そうですね、200年か300年ぐらい経って、官僚機構が腐敗していくんですか、何が。そうですね、一番やっぱりね、日本を考えるときには、まあ、これ実は今問題なんです、外圧ですね。外圧、まあ、7世紀の半ば過ぎに、まあ、白村江の戦いって、まあ、はい、唐に負けるわけですよね、はい、そのショックって非常に大きくて、まあ、国家を作ろうってこうみんな息に燃えて、はい、律令国家、平城京とか作るわけですよね、はい、もうほぼベンチャー企業みたいな。そうです。でところがもう唐がポシャっちゃう、はい、あの元宋の時代とか、はい、それから新羅ももう力を失ってしまう、うん、そうなると外圧がなくなるわけですよ。なるほど。そうなるときちっとその国家を維持しようとか、うん、多分そういう意識がなくなっていくんですね、はいはい、そうなるとどんどんあのいい加減になっていくと。あ、いい加減になっていく、ええ、やっぱりそれ その外圧がなくなったことが一番大きいんだろうと。うん、例えば、平安時代の、新しい仏教、うん、つまりあの、聖徳太子とかが入れてきた仏教とは違った伝わり方をした仏教が日本で花開いていく。密教ですね、はい、密教が、それってどういう形で花開いていったんですか。やっぱりあれは最初はやっぱり一つはやっぱ災害の問題であるんですね、はい、それから桓武天皇が怨霊に怖がって、はい、その怨霊を、まあ沈める、うんうんうん、そういう形でその貴族たちが、まあ、自分 の, その信仰を持っていくっていう形で、非常にまあそういう意味では国のまあ在り方っていうものと深く結びついた形 で、ね、まあ、確かに800年代めっちゃ自然災害だらけの。そうなんです。桓武、まあ、天皇は沢良親王の怨霊に怯えるわけじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど。その状態だと、じゃあ例えば空海帰ってきた、最澄帰ってきて、空海帰ってきた、なんかあの寺開いているらしい、これは空海パイセンに相談するしかないみたいになるわけですか。そうですね、空海、まあ、最初は最澄ですけど、はい、だんだんとそのやっぱり一番中国の最新の仏教なんですね、仏教っていうのは、はい、それをまあ空海が伝えてくるわけですから、うん、それにこう信仰が集まっていくと。なるほど、まあ、天台と真言っていう形で、はい、当時の宗教っていうのは、はい、単なるあのいわゆる今でいう宗教レリジョンだけじゃなくて、はい、やっぱり知識なんですね、はい、全部一緒に漢字だとか測量だとか、もちろん、うんうんうん、あの建築仏像を作る彫刻師だとか、はい、そういったもの一緒に入ってくるわけなんです、はい、文化なんだから、みんなそこを信仰することによって自分でその新しい文化をこう受けていくって形になるんですね。なるほどね。その頃の貴族っていうのはどんなことを考えながら普段過ごしてるんですか。まあ、あの当時は旧世、そのおっしゃった今の旧世紀の 時はまだまだあの歴史要塞が残ってますから、はい、まあ、あの最初の摂政関白が出てきますけど、まだまだそういう、はい、奈良時代、あの奈良時代、平安時代の、まあ、貴族生活をして、それがだんだんと華やかになっていくという形なんですね、はい、それはやっぱりその道長の頃、はい、摂関時代とはちょっと違う、まだまだ違う、そういう時代ですね。あ、じゃあ11世紀とこの10世紀は全然違う、まあ、文化と全然違いますね、それは。10世紀の文化ってどんな感じなんですか。やっぱり仏教中心、それで東風文化ですから、中国の文化っていうのが、まあ、その目標規範になっていくのは中国の文化。ああ、なるほど。いうことですね。あ、そうかそうか。だって平仮名文字が出てきてやってるのは11世紀だから、そうすると10世紀で扱ってるのはみんな中国、教養ある人は中国語を読めるし。そうですね。まあ、最近出てきたのが、平仮名が9世紀に出てきたのが、その、はい、墨書土器っていうんですけど、土器に平仮名が書いたんですよ、はい。そういったものが貴族の邸宅から出てきまして、なるほど。結構だから9世紀からも平仮名が。あ、平仮名を使ってたんですか。もう、あのそれが最近の成果なんですね。あ、なるほど。あ、最近なんだ。そう。当時、都には何人ぐらい人がいるんですか。どうですかね。数千人ぐらいですかね。数千人ぐらい。はっきりはそれは分からないですね。あ、確かに。ね、なんかとりあえず人口密度がめちゃくちゃ低そうっていうのは。低いですよ、それは。やっぱりこう食料生産が間に合わないし。そうですよね。やっぱりあの多分あの平均年齢があの若人にするの で、はい、で幼児の死亡率高いし、高いから、ああ結局そんなにはあのたくさんいないと思いますね。でも、今でも例えば第五次とか言えば、当時のなんか、まあ、10世紀11世紀12世紀ぐらいのものってあって、うん、
建物の規模感を考えると随分低い人口密度の割にでかいものが多いですよね。やっぱり信仰があの今の日本人って今あんまり信仰しない一般的には持たないじゃないですか。 あの頃はやっぱり自分が亡くなった後例えば、まあ、10世紀終わりぐらいになるとやっぱり極楽浄土に行きたい、はい、っていうのを思うわけですよ。ただそれはもう生きてるうちから善行を積んで、はい、あ善行を積んで徳を積まないと徳を積んで、なるほどな、うん、だって皆さん考えてみてください。今の京都市に数千人か数万人ぐらいしかいなかったらすっごいスカスカですよね。そうでもたくさんお寺が作られて、うん、そこにみんながあの喜んで、財産寄社して確かに、そういうのを作っていく ものすごい状況だそれは、うん、その頃貴族何人庶民何人ぐらいの割合でいるんですか、あの都には。いやそれもよくわからないですけど、はい、まあ、貴族って言ったら例えば 5% とか 5% とか、であとはまあ都にいる人であり農民であり、うん、そんな形だろうと思いますね。それはあのはっきりは残って戸籍もないのでわかんないんだけど、確かに。それっていうのは今まだあんまり調べられてないんですか、人口動態。いやそれが戸籍がないもんですから、はい、結局それは分からないですね。あ、まあ、そうするとね、あの食料生産量かあの田畑の面積量から逆算して推定するぐらいしか、おそらく日本で戸籍あのどのぐらい人口がいるかって分かるのはおそらく近世江戸時代ぐらいからだろうと思いますね、はい、推定できるようになるのが。確か確かに、それ以前はほとんど分からないですね。なるほど、そうか。平安京の都って今例えば京都に行くと庵野五番の目が完全にあるじゃないですか、あれってあの時代からその五番の目になってたんですか。ただ当時と違うのは今の京都っていうのは基本的にはあの秀吉が、はい、あの改造するんですよ。お土井って今でも残ってますけど、はい、周りにそういう形で例えばお寺を集めて寺町にしたりっていうので、うん、基本的に今見えるあの京都の町っていうのは秀吉、あ秀吉の改造後の、秀吉が改造後のものですね。なるほど、はい。じゃあ人口規模はあれよりもちっちゃいもっとコンパクトな京都だったんですかね。そうですね、あの今鴨川から西側か、はい、それがまあ平安京と呼ばれるもの、はい、あの清水寺の方はもう平安京ではない、うん、あない、あない、なるほどなるほど。じゃあもうちょっと、うん、あの上にっていうか。そうですそうです、はい、そうです。あおっしゃる通りです。なるほどね。はあ、でもそれにしても広いだろうなきっと、うん、広いです。だから本当に家なんかスカスカでしょうね。そうですよね。まあ、あのダーリの近くに行けばあるんでしょうけど、はい、南の方に羅生門の羅生門の方に行ったら、はい、もうスカスカでしょう、ね、スカスカですよね。そう都って言っても都って言って、まあ、まあこういう城門があるだけ、城門があって、城門がある、そうですよね、うん、門があるだけ。ああすごいな、なんか、でそういう中で庶民はどう暮らしてたんですか。まあなかなか庶民の暮らしはよくわからないんですね、まあはい、中世になれば絵巻物が出てきたりするんですけど、はいはい、まだまだその庶民 の姿についてはよくわからない。なるほど、うん、という、まあ、あの、まあ、洗面古社経なんてあのそういったもので若干ありますが、それはきらびやかなもので、はい、本当の、まあ、庶民がどう暮らしていたかって、ね、よくわかってないですね。なんかわかんない、ああそうなんだ、うん、特に平安京は掘れないんです、発掘できないので。あそうかそうかそうか、平城京だとまだね、はい、発掘できるんですけど、あのもう登録されちゃってたりすると その上に住んでるじゃないですか、はい、だからもう発掘もできない。上に住んでるから下掘れないし、うん、しかも掘り出すとねゼネコン止まるから怒り出すしね、なんかそうそう原社負担ですからね、はい、なかなか大変ですけど、はい、でも掘れば無限に出てくるんでしょうね。まあ出てくるです。そうになってるんで、だからまずはあの江戸時代とか秀吉の層が出てきてっていう、はい、下に行けば古いのが出てくる。古いの出てくるんですよね。そうですね。確かに確かに、なるほどな。この揺れ動く、貴族社会っていうのはどこがどう揺れ動いたっていうのがテーマ。あの私あの実はそれまでに平安時代の、まあ、通史っていろいろあるんですけど、みんなこう結構綺麗事で書いてたんですね、はいはいはい、でところがよく調べてみると、まあ、あの災害があったり疫病があったり、うん、それこそ鴨川なんて言ったら、まあ、ちょっと死体がいっぱい転がってる、そうあのドクロがいっぱいあったり、はい、そういった犬もカラスも食い飽きてるとか、はい、そんな状況があるので、じゃあそうやっぱり平安時代の実相はどうなのかなって思って、はい、まあ、実はそれが311の前なんですけど、はい、初めてまあ通史の中でその災害死っていうのを、まあ、噴火だとかあの洪水だとか地震だとかって取り上げて、うん、まあ、あのそんなような、どうやって調べていったんですか。まあ、文献に残っているっていうのと、はい、あとは今はもっと盛んになってますけど、考古学的に地震の跡って分かるんですよ、うん、ああ確かに確かに確かに、あの噴砂とか、はい、ああそういったものがあって、地割れの跡だとか あとその火災流の跡だとか、そんなものがたくさん出てくるので、それはもう本当に現代的な今視点から見ても非常に面白い遺跡がたくさん出てきます。これは面白そうだな、うん、確かに。ぜひ一度そうご覧いらっしゃるとおいしいです。ちなみにそういうところ の, あの方々のお墓って、
例えば古墳時代だったらなんか結構全部古墳ですね。そう、あと、まあ、なんかもう墓に情報結構詰まってそうな感じのお墓がいっぱいあるじゃないですか、はいはい、で平安時代になるとお墓ってどうなってるんですか。もう庶民は分からない、おそらくあの例えば鳥辺とか、はい、ああいうところに、まあ、置きざらしで、まあ、これはあの絵巻なんかありますけどその骨になっちゃった、はい、クソ図みたいなやつ、で平安貴族だと宇治の方に、はい、あのお墓を作るんですが、はい、それもね何代か経つうちに誰どこが誰の墓だか分からなくなる。へえ。あのお墓をきちっとこれが誰の墓だっていうふうになるのはもうずっと後だし、中世だとほとんどお墓分からないですよ。ああそうなんですね、うん、はあ、中国の場合に墓誌って言って名前が書いてあるんですね、はいはいはい、だから発掘するとこれは誰の墓だっていうのが分かるんだけど、うん、はい、日本はその文字で、まあ、全くなくはないんだけどあのそれが出てこないので誰の墓だか分からない。へえ。でもなんか個人的には素人ながらめっちゃ意外なのは、奈良とか古墳時代は結構こう墓を偉い人が割と作ってたのに、その墓文化がこうどうやったらシュリンクしていくんですか、そのつなぎ目で。多分おそらく信仰の問題で、その遺骸をこう埋葬するよりも、はい、むしろ自分がその信仰の中で仏教を信じて、まあ、極楽浄土とかそういったところに往生できる、往生ですよ。確かに、ええ、戦乱の時代がじゃあ始まってくると貴族はどういう目線でこの戦乱を見てるんですか。ね、それが面白いんですけど、はい、ちょっとだけじゃあ、はい、スライドお願いします。スライドよろしいでしょうか。ちょっと完全に無限に見たいです。貴族と庶民の食生活が知りたいです。どんなものを食べてたんですか。うん、平安時代はなかなか分かんない。奈良時代だとね結構あの木管が出てくるので、はい、あの貴族だとアワビだとか結構いいもの食べてるんですよね。あの鮎だとか。平安になるとねちょっとなかなか分かんないんですけど、ただ天皇なんかだと鴨川だとかそういうところの魚を食べてるのは分かるんですけど、だから多分そこはかなり寄生虫が、いたでしょうね、おそらく。ああの淡水魚ですからね。ということは、奈良時代より食生活が悪化してる可能性はあるんですか。あるかもしれません。それは背に腹を変えて仏像を作ってるんですよね。そうです、簡単に言うと。まあ死が近いからそれだけの信心を持てるってことなんですね。そうですよね。あの金蘭豪華なあの建物から想像するものと違う食生活や普段の生活をしてるんですよね。あの背後にはもうあの本当に途端の苦しみに、成虫にやられたりとか、そうそうそう、あ災害にやられたりするんです。そうです、だから要は薬もないし、ベルサイユ宮殿とマリー・アントワネットの関係とは全く違うってこと。違うですね。違います。男が女性の家に通うんですね。全然今のその我々の家族形態じゃない。違う。どんな風に住んでるんですか、そうなると。